はい、というわけでやってました村上くんのイケボチャンネルなんですけども、このチャンネル名にした理由を皆さん聞かないでくださいということで、めちゃくちゃ噛みました。今日はですね、タイトルにも書いてある通り、マジで嬉しいよね。鬼滅の刃ファン、マジで嬉しかったよね。見た？公式から出てるあの動画、見ましたか？すごく嬉しくなかったですか？そう、まあ、まだね、知らない方もいると思うんで、今からちょっと僕がね、言おうと思うんですけど、鬼滅の刃の映画、無限柱編ですね。無限柱編ですね。あれが2020年に公開されるらしいです。すごーい、おめでとう。楽しみだよ僕は。俺もだってさ、2年後ぐらいだと思ってたよ、映画出るのが。2年後、遅くて3年後ぐらいかなと思ってたら、まさかの1年後っていう。まあ、多分まあそんなね、早いスパンで出せないと思う。多分夏ぐらいになると思うんですけど、いやでも夏でも早いか。まあ最悪冬とかでも、全然最悪冬でも全然いいんですけど、出てくれるだけすげえ嬉しい。ガチで1年後に出てくれるって考えたらもうガチで嬉しいです。なんかすげえアイテム取れないけど、なんだこれ。見ました？原作の方、あれがアニメ、まず見た？アニメまだ見てない人いたらね、マジで見てほしいんですけど、マジで見てください本気で。やばい、もうゲームに集中しすぎてちょっと内容がちょっとないんですけど、いやマジでね、かっこいいし、かっこいいんで見てください。かっこいいし、かっこいいから見てくださいね。やばいやばい、死んでしまう、死んでしまう。で、鬼滅の刃の原作漁ってる人います？ちゃんと見たよって人います？僕見てないんですけど、そう、見てないのにファンって言ってるんですけど、まだ見てないんですよ。まあ理由としてはですよ、ちゃんとした理由があるんです、僕がまだ見てないのも。僕はアニメで見ちゃったら原作も見ちゃダメだと思ってるんです、僕の中でね。そういう世界なんで、僕の中では。だから見ないようにしてるんですよ。よし、来たんじゃない？来たべ。あ、あ、意味ない。3レース目だと思ってたじゃんかよバカ。3レース目だともうバカ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 が強い今の。やばいな、いけっかなこれ。ちょっと待って、これ最後レース集中していい？集中していい？集中していい？これ最後レース集中していい？もうさっきの話題忘れちゃったけど、もう最後のレースだけ集中していい？ガチでお願いお願い、最後のレースだけ集中させて、頼む頼む。いいよいいよ、いいアイテム出てる。いいよいいよ、いいじゃない、来た来た。いいよ、いけるよ。ここでこう来て、あ、うまい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 、来てる来てる来てる、これは絶対来てる。今日俺の歴史が変わるぞ。うまいぞ俺今日、やばすぎだろ今日。俺かっこいいよこれ、もうかっこよすぎてね、これねやっていけないよ、もう1位取っちゃったよ。はい、というわけで、2回戦目やっていきたいと思うんですけども、ちょっとあれですね、本ちゃんの方になっちゃうんですけど、鬼滅の刃関連でね、ちょっといい、嬉しいコメントが来てたんで、今から読みたいと思います。本ちゃんの方で、来たコメントです。ちはやの影響で、鬼滅の刃のアニメ見るようになったっていう。めちゃくちゃ嬉しいですよね、これ。なんか、俺の影響で見始めたらしいんですよ。なんか多分俺が善逸のマネーとか言って、ふざけてやってるからかな？それのおかげで見たのかわかんないんですけど、すげえ嬉しいなっていう、単純に嬉しいですね。ありがとうございます本当に。そういう方もいたら嬉しいんでね、ぜひ見てくださいねって感じなんですけどもね。うん、死ね、オッケー。うまいな俺、今日めっちゃうまい日だな。ただレースがうまい日だって。ね。やばい、ちょっとごめんね、ちょっとレースに集中しすぎてるね、ごめんね。こういう時もあるんですよ、僕も人間ですから、こういう時はあります。はい、死ね。あれ外しちゃった、脱水。やっぱコイン大事ですからね、本当にね。ちょっとじゃあコメント読みたいな、読みたい。そう、コメント読んでるとね、ガチでね、勝てないんですよ。ちなみに言うと、今、これさっき寝起きで撮ってたんですけど、もうこれ、あれですね。もう何レース目だろう、これ。もうさっきから収録、多分1時間くらいかけて収録してるんですけど、全部ゲームに集中しすぎちゃってて、全部収録撮り直してるんですけど、やばいよね、本当に。トークが回らないんですよ、うまくね。マジで、だから今ヘッドホン取って、もう音を完全に俺の声だけっていう状況で今撮っております。じゃないともう本当に集中できん、本気で。はい、まあ今、そんな話はどうでもいいんですけど、じゃあ次ちょっと、見ていこうかなと思います。次、あ、そう、これも来てたんですけど、これよく来るのかな？来てたんですけど、ワリオ、俺が使ってるじゃないですか、今。このワリオを使ってるのは、自分で黄色をイメージしてるからですかって言われたんですけど、まあ、別に違うよ、うん、絶対違うよ、それに関しては全然違う。だって俺別に黄色そんな好きじゃねえし。黄色じゃなくて俺青が実は好きなんですよ。あ、うまかったのにな、今めっちゃいい線いってたのにな。てかイカスミすごく、あイカスミって水の中入ったら取れるんだね。いやイカスミ水の中で取れないと思ってたからさ、今
だからすごくないと思う。あ、べべべべ。あげるよ。よし。これは来たな。これ勝ちでしょ。よし。いいね。で、はい。ワリオなのは別に黄色じゃなく、黄色イメージしてるわけじゃなくて、普通に性能がいいからというか、俺的に使いやすいから使ってるだけですね。別にそんな、黄色意識してるわけじゃないよーやばーい死んでしまうよー僕はもう終わりだーさっきまでいい感じの一位だったのにーはい。というわけで、3回戦目、やってまいりました。ちょっと、で、次はね、もうこのレースが始まる前に、ちょっとやっていこうかな。コメント返信していきます。はい。前回のコメント欄で来た、質問なんですけど、好きなのは善逸ですかというコメントが来ました。僕が好きなキャラクターは善逸ではありません。僕が一番好きなのは岩柱です。はい。なぜ岩柱が好きかというと、これネタバレになっちゃうんで言いません。言いません。これはもう言っちゃうよ。もうマジでね、ネタバレになっちゃうんですよ。ジャンプ最近俺買い始めて、でジャンプの本当に一番最新のね、最新のやつのネタバレになっちゃうんで言いません。嘘。言いません。本当にね、言っていいんだったら言うよ。言わない方がいいでしょ。まあ理由としてはそういうことですよ。終わりましたか。やばいな、やばい、下手くそ。うわ、下手くそだ。うん、そういうこと。まあでも善逸も嫌いじゃないっていうか、好きですけどね。普通にキャラクターなんか俺になんか似てて共感できるところが結構多いというか、うん、だから結構善逸も善逸で好きですけどね、普通に。まあ多分善逸のあれですよね、イメージは多分俺をイメージして作ったと思うんで。自意識過剰すぎだろ俺。そんなことは絶対ないですよね。僕が全然高校生の時だったんでね、金髪でもないし、その高校生の時はね、絶対そんなことないんで、ただの僕の自意識過剰なやつなんでね、自意識過剰というか冗談なんで、ガチ勢の方怒らないでください。本当にごめんなさい。はい、今1位いこう。あ、1、あ、2位になった。まあ2位になっちゃったんで、とりあえずもうこれはもうレースガチでやっていいよね。これガチでいいよね。ガチでやって、めっちゃ今ガチでやるよ、今から俺。めっちゃガチよ。俺ガチだからね、今。うん。ガチでやる気満々だからね。まぁ、ちょっとラストレースガチでやっていい？次かな？次ラストになると思うんだけど、次のレースだけガチでやるわ。もう、トークというか、まあ、今日もトークまともにできてないんだけど、言うてできてないけど、あ、こいつやり方わかんねえんだ。そう、ごめんなさいね。トークやらして、うん？頭回んねえな、ほんとに。ダメだな、今日ゲームに集中しすぎちゃってるよ。ダメだもん。ダメだもん、俺もうダメだ。もう勝てねえよ、やっぱ。ダメだもん、バーカ。もう死ぬしかねえよ。1位だ。1位だった。さあ、ラストレースでございますよ、皆さん。ラストレースガチでやっていきましょう。ということで、もうね、ガチでやります、今回は。ここ素敵な場所なんで。素敵な場所。動揺しちゃって、今、俺、あれだったわ。ボーンになっちゃったわ、今。いや、素敵な場所ってなんだろう。いや、ここはやっぱ意外と嫌いじゃないステージなんで、頑張りましょうと。ここポーンやってね。あ、やべ。まあ、普通に好きなステージなんで、うん、まあ、全然いけると思います。てか、もう再開したい、ステまたステーキって言うとしちゃった。まあ、再開スタートの方が意外とこういうステージはいいね。打開しやすい、あ、打開しやすいんで、大丈夫です。再開スタートで。逆にむしろ再開の方がいいっていうね、感じでもあるんでね。後ろにいるなぁ。これキラー欲しいですね。キラーあったら結構いいんですけど。よし、赤コーラなくなった。うぜぇな、こいつだったなぁ。赤コーラない方がいいよ。ごめん、マジで。ごめん、適当だな、俺。ごめんな。そういう人間なんだ、俺は。うぜぇなぁ！サッカレー！てめぇろ、こっち！うぜぇよ、こっちで！ドリー。ドリー、こいつはマジで。うぜぇな、マジで。一気に再開じゃねえか、マジで。再開スタートどころか再開キープじゃねえか。ふざけんじゃねえか、マジで。うざい、気持ち悪いな。こいつらいるから、マジで。この世の政治が悪くなるんだよ。人はいつだって、争い続けるんだよ、こいつらいるから。平和に行こうぜ、ガチで。バカみたいにさ。ね。バカみたいに。ガチでやりすぎなんだよ。ガチでやるから、お前ら嫌われるんだよ、バカ。バカ。陰キャみたいな話し方してる。いや、陰キャなんだけどね。いけレッツゴー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 、はい、カモンカモンカモン、レッツゴーレッツゴーレッツゴー、いや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 い
た。あれガチ、これあれこれガチレースだよね。なのに4位、不甲斐な。